北里大学特別栄誉教授の大村聡様が入場されますので、皆様拍手でお迎えください。ただいまより東京都栄誉賞表彰式を開催いたします。私本日の進行を務めさせていただきます平川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。東京都栄誉賞とは特に顕著な業績により広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名を高めた関しまして、その栄誉を称えることを目的として平成16年に創設されました。この度東京都民であり北里大学特別栄誉教授でいらっしゃいます大村聡様が寄生虫病の新たな治療薬に関する発見をされたご功績により2015年ノーベル生理学医学賞受賞という栄誉に贈されました。東京都ではこのご功績をたたえ、大村様に東京都栄誉賞を贈呈することとなりました。なおこれまでオリンピックやパラリンピックの金メダリストなどにお送りしております。それでは東京都栄誉賞の表彰を行います。舛添都知事から表彰していただきますので、舛添都知事と大村様は前の方へご移動をお願いいたします。では舛添都知事から大村様へ東京都栄誉賞の表彰状の贈呈をお願いいたします。東京都栄誉賞大村聡様、あなたはノーベル生理学医学賞を受賞し、社会に明るい夢と希望と活力とを与え、東京都の名を高められました。よってここに都民の誇りとして長くその功績を称えます。平成27年12月22日東京都知事舛添要一、おめでとうございます。目録の贈呈をお願いいたします。おめでとうございます。続きまして東京都栄誉賞の表彰を記念いたしまして、大村様と舛添都知事お二人の写真撮影を行ってまいります。撮影は2パターンお願いいたします。まず最初に東京都栄誉賞の表彰状をお二人でお持ちください。よろしいでしょうか。はい。最初からお願いします。はい。はい。じゃあこちらの。はい。こちら。はい。はい。はい、続きまして東京都栄誉賞の表彰状は舛添都知事そのままお持ちいただいて、ノーベル賞の賞状を大村様がお持ちいただきまして、写真撮影をお願いはい。よろしいでしょうか。はい。大村様おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影はこれにて終了となります。
どうぞお二人はお席にお戻りくださいませ。それではこの後お時間が区切られておりますが、大村様と松添都知事の懇談のお時間とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、大村先生どうも改めましておめでとうございます。今のメダルをお持ちいただいて、もう一つお見せしたいものがありますので、ええ、これちょっともうせっかくだから前でどうぞどうぞ皆さんによく、これがノーベル賞、素晴らしいですね。重いですか？いろいろな意味で重いです。奥様の写真はちゃんと胸に入れられて、よろしいでしょうか？はい、じゃあ改めておかけください。すみません、ありがとうございます。もう先生の研究業績もたくさん報道されてますんで、本当に多くの人々を救われたと、失明の危機からも救われたということで、本当にこういうノーベル賞にふさわしいと思っております。自分自身実験そのものはえらい難しいことをやったわけでないんですけども、やはり現地を訪れて、それでその様子を見てね、私もいうことできたなという非常に印象を持ちました。素晴らしかったと思います。それから我々にとっては都立の墨田工業高校で訂正でこの教鞭を取られたと、非常に東京都としても嬉しいことなんですけど、その時の思い出とかいうのはあればお願いします。私は都立の高校都立に5年間お世話になったんですけれども、その時にですね、実は大学で、理科の一応教員の資格は取ってきましたけども、十分でないわけですね。ところが良かったのは、今でもその研究にもより役立っていると思うことがあるんですが、まず一つはその当時、今どうか知りませんだけど、研修日という一日休んで実習研究しているということと、これからもう一つとかの講習会をやられてやってた、その講習会の先生方が、とにかく理科の先生のベテラン、あるいは下谷俊道先生とか、これから糸川ロケットのね、そういう先生の話を聞く機会をいっぱい作ってくれたんです。それが高校の先生になったり、大学時代の私はあんまり勉強しなかったんですけど、その補完にもなったんですけど、実に良かったと思うんですね。やっぱり大学出てすぐ高校の先生になっても、しばらくするともう古いことを教わった、古くなっちゃうわけです、科学の進歩ってすごいですからね、そういうものをやはり東京都の方でちゃんとことを考えられて準備して最新の話をされる、こういうことは非常に良かったの、今日の私の何かの養分になっている。ありがとうございます。でも寝る時間が少なかったりとか、それは生徒さん含めてですけども、なんかその他にその墨田の工業高校での思い出っていうのはございますか？ね、特に私夜間部にいましたから、夜間の高校の方でしたけどね、墨田工業高校っていうのは都立でも本当に立派な伝統のある高等学校だったと思うんですけども、あったんですけども、通ってくる生徒たちっていうのはもうその辺の町工場、あるいは、うちの商売手伝うとかっていう人たちが集まってくるわけですけどね、とにかく試験の時っていうのは遅れてはいけないから、もう間に合わなきゃいけないって、手も洗ってくれないような状況で駆けつけてくるわけですよ。そういう試験ですから、私もこう見て回るわけですよ、試験監督と称して、本当にまだこの後に油がついてその油の手で持って答案をやってるのを見ましてね、一体私は何やってたんだろうと、こんなに一生懸命勉強しようとしている人たちがいるのに、一体私の若い頃は何だろうっていうか、これまで何だろうっていうのは、非常にそういうあれが強かったですね。これからの若い人たち、東京都も少しこの学力上げようということで、教育委員会含めて一生懸命やってるんですけども、子どもたち、それから若い研究者、これはぜひ言っておきたいということはございますか？
それはね、いつも日頃考えてることですけど、特にあの小学校、中学の、うん、児童、生徒にはですね、あのビルとスマホしか見てないわけですよ。もっとこう自然に外へ出て、大自然の中に自分を置いて、それでそこでいろいろこう観察したり、景色眺めたり、そういうことをやってほしいと思います。なぜかというと、気は今日は気を移すって言葉があるんですね。住まいは気分を移すという言葉がありますね。子供の頃からそうだと思うんです。やっぱり同じところでビルの中にずっといているんではやっぱりダメじゃないかなって気がします。やっぱり自然、うん、もう近ちょっと出ればいっぱいあるわけです、はい、過疎だなんて言われるところいっぱいあるわけですから、そういうところ行って子供たちが自由に遊べるとか自由に観察する、うん、そういう時間を多く取った方がいいんじゃないかなって気がします ね、それから私非常に大村先生にお会いしたかったのは、私も絵が趣味なもんですから先生の美術館もぜひと思ってまして、たまたま最近の美術の雑誌は定期的に見てるんですけど、大村美術館が紹介されてまして、私と同じような好みだななんて思いながら、この部屋にはないんですけど、他の、会議室なんかに飾ってはいるんですけど、先生にとってこの絵っていうのは人生の中でどういう位置づけですか？やはりある時は癒しであったり、ある時は、勇気づけであったりですね、それからある時はその創造性をこの勉強したりというようなことで、もう本当に密着した状況にあると思うんですね。で、特に私は美術館を作るについては、やはり私は人の真似しないと、ここにあちこちにあるようなものは作らないっていうのが、とにかく美術館を作るのあるっていうんで、私は女性のね、こういいところをこう見ていただけるような常設展では、女性の片岡珠子とか、ああいう先生方の絵がもう常設、佐野さんなんかもそうですね、そういう具合にしてですね、やはりあまりない、日本には私のところだけですよ、女性のそういういろんな人たちが上村宗演とか、人たちがずっと一堂に見れるっていうのは、そういうふうな、ね、工夫もしながら楽しんでいただくと、ということで、ぜひ一時も20号線ちょっと外れて5分もドライブすれば、そうですか、今度ぜひ見させていただきたいと思います。おっしゃってる、その女性の作家のがさたくさんあるっての私は実は、そういう意味があって、それやっぱ女性が輝くような社会を作りたいっていうこともあったんですね。やはり半分は女性ですから、その半分の女性が生きなきゃやっぱ全体に生きたことにならんじゃないかっていうのは私のもう基本的な、女子美の理事長なんかも教えてもらったのも、そういうこともあったんですね、やってたんですから、その女性の力をこうやっぱし男性並みに皆さんに力を発揮していただけば強い日本になってくるんじゃないかと思うんですね。あとその病院とか研究所とか、そういうところにもこうさりげなく置かれているようにお聞きしたんですけど、それもやっぱり同じなんか思いを込められて、そうですね、そういうことです。病院の中に私がおそらく本格的にヒーリングアート、今はヒーリングアート、昔はそんなこと言わなかったんですけど、今から20何年前の話ですけど、だけども病院というのは張った切ったでなくて心も大事だと、それにはね、この壁見ると看護師さん募集だとか、誰々先生が誰々先生休止なんてばっかり張ってたりだめだと、そういうことで、その代わりにも絵を飾ってくださいということで絵を飾り始めましたね。もちろん北本の病院は私が最初から関わりましたけども、絵が描けられるように設計したんです。これから入り口は音楽会が開けるように設計したんです。それいいですね。そうしてね、やはりこれからまだその時は21世紀は心を大事にする時代になきゃいかんとか、言いましてですね、でそういうことで病院へ来て楽しんでいただく、病院に来て楽しいってことはないかもしれないけど、癒して 気分的にもね、そういうことが大事じゃないかっていうことで、私は医者でないものが病院を作ったわけです。いやいや、だから素晴らしい、いろんなホームに活動が広がられてるので、今後とも、もう時間がございますんで、今後ともぜひご活躍いただいて、また後進の指導に当たっていただきたいと思いますし、今日おっしゃられたように我々も教育の分野で、いい子どもたちを育てるように努力したいと思います。それからまた先ほどのような話、文化の方でもぜひまた東京都にいろいろアドバイスをいただければと思います。お忙しい時、今日はお越しいただきまして本当にありがとうございました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。
じゃあそれでは以上をもちまして、はい、東京都栄誉賞の表彰式終了とさせていただきます。最後に大村様の栄誉を称えまして盛大な拍手をお願いいたします。